レジオマリエは自発的に奉仕するローマカトリック教会所属者の国際的団体。平信徒で公務員のフランクバフによりローマカトリック教会のマリア運動としてダブリンで設立された。今日、活動及び参上会員は世界中で合計1000万人を超えカトリック教会の信徒の最大の使徒職団体となっている。会員数は韓国、フィリピン、 ブラジル、アルゼンチン、コンゴ民主共和国で最も多く、それぞれ25万人から50万人の会員がいる。会員は、カトリック教会に属し、その教えを信じる人々に開かれている。その使命は、レジオマリエのガイドブックである、テッセラ第33章で述べられている通り、肉体的及び精神的な慈悲の業によって、聖母、マリアの旗の下で、 活動会員が神に仕えることである。レジオマリエの主な使徒職はカトリック教徒と非カトリック教徒両方に向けられた活動であり、彼らの信仰を奨励したり、カトリックになるように招いたりしている。これは通常、彼らに祈りを進め、ミサに出席し、カトリック信仰についてもっと学ぶことによって行われる。レジオマリエ会員は物質的援助の任務ではなく、 主に慈悲の精神的任務の実行に従事している。1921年9月7日、ダブリンのフランシスストリートにあるマイラハウスでフランクダフによって設立された。彼の考えは、友愛と祈りによって支えられる、組織化された構造の中で、カトリック信徒が教会への封建に生きるという、先例の約束を果たすのを助けることであった。レジオマリエは、セールイドモンォールの著書、 聖母マリアへの誠の新人から着想を得ている。病院でがんの女性を訪問することから活動を始めたが、すぐに最も貧しい人々、特にダブリンの売春婦の間で活発となった。ダフはその後、1928年にレジオマリエのハンドブックにシステムを定めた。レジオマリエはすぐに世界中に拡大した。最初は当時は珍しかった。 新都市都職への献身のために、しばしば不信感を抱かれた。教皇ピオ11世が1931年に称賛した後、軍団はその不信感を沈めた。エデルクインは1930年代と1940年代のアフリカでの活動により、レジオマリエ拡大に最も顕著であった。健康状態の悪化に直面しても、レジオマリエの使命への献身は、内外で、 彼女に対する大きな賞賛をもたらした。設立者のダフ、愛情に満ちたレジオマリエの南アメリカへの施設である、アルフィーラムと共に、劣服のプロセスが進行中である。2014年3月27日、新都評議会次官、ヨーゼフ・クレメンス司教は、教皇庁によって、国際的新都団体として、軍団が認められるという、法令を出した。セントテレーズクラブ、 マウント・ジョイ・スクエア・レジオ・マリエの基本単位、プレシディウムと呼ばれ、通常は小教区に拠点を置いている。通常3から20人のメンバーで構成され、毎週小教区で会合を開く。クリアは次のレベルであり、それぞれがいくつかのプレシディウムを監督している。次のレベルはコミティウムで、通常、中規模の都市や県の一部などの地域で、いくつかのクリアを担当している。 次のレベルはレジアで州などのより広い領域を担当している。セナートスは次のレベルであり、通常非常に広い地域、通常は国、または非常に広い領域でレジアを監督する。コンチリウムは最高レベルでダブリンに所在しレジオマリエ全体を管理している。レジオマリエの各レベルには会長、副会長、初期、会計、 そして、霊的指導者がいる。霊的指導者は常に聖職者で、他のすべての役職は信徒によって保持される。責任に関係なくすべての役職はボランティアであり、レジオマリエには賃金労働者はいない。入会は、洗礼を受けたすべてのカトリック教徒に開かれている。プレシディウムを数回訪問した後、3ヶ月間仮会員としてに参加することができる。次に、 活動会員として、恒久的に参加するかどうかが決定される。使用期間中、仮会員は、会員によって行われた、活動の報告を聞くことと、デッセラトを読むことによって、レジオマリエのシステムについて学ぶ。使用期間後、会員は、レギオンの約束と、精霊と、聖母マリアへの忠誠を誓い、恒久的な活動会員となる。会員は、 基本的に規律とコミットメントに基づいている。会員は神の母である聖マリアの移行のために時間と祈りを捧げる。会員は所属するプレシディウムの会長に通知することにより大会することができる。ありがとうございます。